自分のこと、大切な人のこと、これからのこと、そしてこの国のこと、その思いを明日からの原動力に。だから私は投票する。10月31日衆議院議員総選挙。自分のこと、この国のこと、その思いを明日からの原動力に。だから私は投票する。当日行けない方は期日前投票ができます。自分のこと、この国のこと、その思いを明日からの原動力に。だから私は投票する。感染症対策をして投票に行きましょう。投票所での感染症対策についてお知らせします。消毒液を設置し、ソーシャルディスタンス確保のご案内をいたします。スタッフはマスクを着用、定期的な消毒も行います。投票所内は定期的に換気します。次に皆様へのお願いです。マスクをして、周りの方との距離は十分に。筆記用具の持ち込みも可能です。じゃあ持っていこう。期日前投票を積極的にご活用ください。皆様の投票をお願いします。投票に行こう。こんにちは、小芝風花です。10月31日の日曜日は衆議院議員総選挙の投票日です。スローガンは、だから私は投票する。自分のこと、大切な人のこと、これからのこと、そしてこの国のこと、その思いを明日からの原動力にするために私も投票しようと思います。当日投票に行けない方は投票日の前日までに期日前投票をしましょうね。こんにちは、田辺誠一です。10月31日の日曜日は衆議院議員総選挙の投票日です。スローガンは、だから私は投票する。自分のこと、大切な人のこと、これからのこと、そしてこの国のこと、その思いを明日からの原動力にするために私も投票したいと思います。当日投票に行けない方は投票日の前日までに期日前投票をお願いします。